先日、マリオのラッピングをまとった323系が登場しました。編成は LS15 編成。1月27日、16時半頃に突然運用入りし、午後5時59分、ラッピング後初めて天王寺までやってきました。それでは発射シーンをどうぞ。この列車はユニバーサルスタジオジャパンで開催予定のスーパーニンテンドーランドのラッピングであり、現在は開催が延期となっています。ラッピング電車はしばらくの間は走る見込みです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価お願いします。HMWL5100 セカンドチャンネルも見てね。 Twitter などもやってますのでフォローよろしくね。